サンチュルの一戦です。この放送は現地からの映像をそのまま使用しております。多少見苦しい点がありますが、どうぞご了承いただきたいと思います。タイは試合の前にセレモニーを非常に長く行います。そして、今ようやくコールがありました。こちらが挑戦者イン・サンチュル。เป็นแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยน้ำหนักช่างเมื่อเย็นวานนี้108ปอนด์เท่ากันพิชิตชอสิริวัฒน์ไทยのチャンピオンピチットチョーシリワットです。今日が19戦目。今画面に英語出てましたけどね、はい、ピチットノイって書いてあったんですね。もともとピチットノイだったんですよ、はい、ノイっていうのはですね、まあ、文法的には縮小字ですね、はあ、小さなピチットっていう意味だったわけです。ところがですね、兄さんがいる間はその小ピチットでよかったわけですね、はいはいはい、これはまあ兄さんも引退して、まあ、一時期ちょっとカムバックしかけてきましたけど、それでもうノイが取れたんですね。なるほど。さあ試合が始まっています。赤のトランクスが韓国の挑戦者イ、現在25歳です。黄色のトランクス、まあ、ゴールドといった方がいいかもしれませんが、ピチッとチョーシリワットチャンピオンです。今日が初防衛戦になります。マハマさん、はい、山口選手との試合は衝撃的でしたね。いや、踏み込みの速さなんか見ると本当に、いや、タイにもこんなのが出てきたなという感じしましたけどね。他のタイの選手とちょっと違う感じがしました。ここ最近ですね、みんなスピードのある選手になってきましたね。そうですね、今までのタイの選手というのはほとんどがアップスタイル、そしてゆっくりしたリズムから体力で行く選手が多かったんですけどね、これが本当に速いスピードで、テクニックもある選手に変わってきましたね。まあ、その辺からもそのタイの今の現在の勢いというのがボクシングの面に現れているようです。タイの試合、例によりまして屋外で行われています。おっと、右を出します。チャンピオンピチッと、ジュニアフライのチャンピオン、日本にもやってまいりました。昨年12月、韓国イ・サンチュル165センチ、身長ではチャンピオンを上回っています。2センチほど高いということになりますが、18戦目、ランキングは10位です。非常に思い切りのいいファイターと聞いています。おっと、肩を右をフォローしていきましたが、右はヒットしていません。チャンピオンスピードがあります。ピシッと調子バット、まもなく第1ラウンド終了のゴングが鳴ります。あと20秒あります。ボクシング王国タイのチャンピオンのうちの一人、ピチッとチョーシリワット、初防衛戦を迎えています。まあ、世界チャンピオンだったのが去年の12月ですからね、はい、初防衛戦まで約半年ですもんね。そうですね、と期間が来ましたね。ゴングが鳴りました。第1ラウンド終了です。まあ、1ラウンド目はやはりジャブ出してですね、ワンツーから右フックの切り返し、これよく打ってましたから、チャンピオンピチッとのラウンドですね、はい、で今なんかは、まあ、もう一つクリーンヒットはしなかったんですけど、カウンターのタイミングは合ってましたね。久しぶりの試合になっています。チャンピオンのピチッと、第2ラウンドです。現地からの映像をそのまま使用しています。映像に少々見苦しい点がありますが、ご了承いただきたいと思います。今画面でどなたか出ています。 VIP なんでしょうかね。そうなんですよね。タイの大臣あたりじゃないんですかね。はい、
非常にかっこのいいお方です。知ってる人が聞いてたらなんてこと言ってるんだということを言ってるかもしれませんが、やっぱりタイの偉い人だけあって泰然としてますね。はい、誰か右を殺していきます。左のストレート、挑戦者も負けていません。6ヶ月ぶりのチャンピオンの試合です。チョウさんがあります。挑戦者出てきます。前進します。イーサンチル、左か右、これは止められます。右から入りました。チャンピオン。また左から右。ちょっと腰が落ちましたね、もう少し内側に入るとダウンした可能性もありますけどね、ちょっと外からって厚かったですね。ナイスカウント、右が待っていました。チャンピオン入ってきます。マガビニさあ左をフォローしていきます。まさに今日もスピードがありそうですね。ありますね。チャンピオン指は大きいんですけど、的確に見て打ってるんでですね、そういった面はいい、軽量級でもいいところですね。はい、左を出します。左をもう少しチーズまっすぐで出すともっと当たりますよ。はい、さすが右ゴングです。第2ラウンドを終えました。このラウンドも有効なクリーンヒットはピチッとの方が多かったですね。はい、チャンピオンピチッと多かっただけでなしにかなり多かったです。はい、50戦以上のムエタイの戦績を誇りますピチッと調子リワット、現在は国際式この WBA の世界チャンピオンについています。これが初防衛戦。バランスがいいですよね、パンチ出すとき出さないときも小刻みに体振りながらリズム作ってますよね。第3ラウンドに入りました。出てきます。韓国の挑戦者、モディ打ちます。チャンピオン、最後右のストレート、イーサンチュル、足使いながら相手には距離つけさ 作らせずにですね、はい、で自分が狙ってる距離になってスパーンと打ちますね。入っていこうというところ、右テンプルのあたり叩きつけます。チャンピオン、右のストレート、タイと韓国の一戦です。まあ、タイも韓国も東洋を代表するボクシング王国と言ってもいいと思います。まあ
今現在はちょっと韓国の方が下火になっていますけれども、これまでも数多くこういった組み合わせの世界タイトルマッチがありました。しかし韓国の選手がタイで世界タイトルを取ったことはないそうです。これが初めてのケースになる可能性があります。右ショートのアッパーです。入ってきます。カウンターを取りました。イーサンチュル右左に打ちます。身を返したチャンピオン、うまくチャンピオンピッと見ながら打ってますけど ね、ちょっと今の右アッパーなんかもですね、一瞬間違うとちょっと危ないですよ。相手の右ストレートの合わせての右アッパーですからね、はい、顔面が開いてしまいますから。あー、なるほど。左のグローブは顎にピシッとつけています。チャンピオンピチッと調子リワット、左また左、左ストレート、お客さんがだんだん湧き始めています。かなり後半になってこの第3ラウンド打ち合いが見られています。このコング第3ラウンドはどうでしょう。このラウンド文句ないでしょう。ピチッとのラウンドですね、はい、回転の速い連打とですね、もうリズムが違いますね、ええ、パンパンパンとってスッとサイドへ移って、その位置で相手が出てこようとするとミーフック引っ掛けて、それでまたサイドへ回る。だから有効なクリーンヒットはやはりピチッとの方が上ですね、はい。この両国が対戦するのは何度かあるそうですけど、先ほど言いました韓国がタイに乗り込んで取ったことはないらしいですね。そうですね、逆にですね、タイ国の選手がその、はい、韓国行って韓国のチャンピオンからタイトル取ったこともないはずですね。ああ、そうですか。ということはお互い自分の国でやってると、まあお互い地元では強い、ね、そんな感じの、ね、人たちですよね、さあ試合第4ラウンドに入ります。また猛然と出てきますイーサンチュル、韓国。また右、力強い右です。アッパーを織り交ぜていきます。あ、右のアッパー、まあ、チャンピオン、はい、あ、いい打ち合いしてますね、出てきましたね。します、呆然と出ていきます。先ほどのラウンドの後半からかなり打ち合いになれるようになりましたね。挑戦者が正面的な攻撃が強いですからね、ですからそれに対抗するためにチャンピオンの方も打ちながら右に避けている状況ですよね。まあ、おー、ナイスカウンター、飛ばされるような格好になりました。一瞬画面から消えました。さあチャンピオン、レストレート、右のアッパーをよく出します。まだアッパーはヒットしていません。挑戦者の意がこうやって真正面の攻撃やってくるときにはチャンピオンのピチッとも体負けしなければやりやすいですよ。ナイスアッパー、ありました。左ストレートを流さないことですね、はいはい、ちょっと流れ気味になるところがあるんで、これをしっかり打って、それで右フックを打つと。回っていきます。チャンピオン、ストレート、両方のストレート、さあ今度はイーが出ていきます。イーサンチュル、なかなかこれ以上に入っていきません。挑戦者、第4ラウンド残り少なくなってきました。あと15秒、おっと、ワンツー、インサイドからミルストレート、イーサンチュル。第4ラウンド終了です。
このラウンド最初ですね、いいがいいなと思ったんですけどね、構成に出ましてね、はい、ところが足使ってブロックしながらですね、そのイの攻撃、その防御してですね、その後反撃に転じましたね。そこでですね、出すパンチ、特に右アッパー的確だったですね。だから4ラウンド目全般通じて有効なクリーンヒットの集計をしてみるとですね、やはりピチットの方が上回っていると思いますね。相手に与えたダメージは上だと思います、はい、ピチットのラウンドですね、はい、WBA 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ12回戦第5ラウンドに入りました。今日はタイで行われている世界タイトルマッチをお送りしていますが、2つ目の試合はタイのラチャムリで行われた試合、ピチット対イ・サンチューの一戦です。盛んに右ラッパーを出します。チャンピオンピチット、スピードがありますのでなかなか入っていけません。韓国のイ・サンチュー、日本へ来て山口選手と戦った時ですね、野球のイチロー選手に似てるとか言われたこともありましたけどね。このピチッとですね、はい、あ、そうですか。ちょっとこの映像では分かりません。上川ワンツー、あ、また来ました。でまだ鼻の当たりパーンと打たれています。浜さん、かなりイーサンチュは直線的でありますね、まあ、完全とは言いませんけど。いや、完全に近いですよ。完全に近いですか、はい、まあ、その分気迫は感じられますけどね、はいはい、まあ、正直で本当に、ボクシング性格もそういった性格なんでしょうね。先ほどから見られる 3、4ラウンドの打ち合い、もっと激しい打ち合いやりたいんでしょうね、おそらく。正面が好きですね。来てますもんね。それと細かいテクニックはそんなに持ってる方じゃないんですね。ああ、そうですか、はい、逆にチャンピオンが出てきました。いや、イーサンチュルもこれに応じます。右のストレート、チャンピオンの右のストレートよく伸びます。ボディを打ちに行きました。距離を置きます、チャンピオン。まもなくこの5ラウンド目終了という時間になってきました。出ていこうというところですが、右パーンとショートで来ます。ゴングです。第5ラウンドを終えました。このラウンドもやはりピチットの方がペースを取ってましたね。まあ、浜さん、5ラウンドまで終了しましたけども、はい、2人の動きぶりというのはどうですか。最初こそこう静かなものあったんですけども、挑戦者のイの方が、正面から正面から正面からという徹底してますからね。してますね。ですから、チャンピオンの方も結構体負けさえしなければ組み立てはしやすいですよ。これから中盤終盤にかけてどの辺があれですか、分かれ目、勝負の分かれ目になってきそうですか。まず挑戦者の意は今の攻撃のまんま、はい、おそらく行ってくるでしょうね、はい、それの前に出てくる意に対してチャンピオンがどう工夫するかですよね。結構工夫はしやすいですよ。あ、そうですか、はい。さあ、まあ、今ちょっとロープに詰まってガードがオープンガードになってますけどね、そこで速くて小さい左を打って右フックを引っ掛けたりするともっとリズム乗るんですけどね。
やっぱりあの相手の胃の突っ込みが速くなりつつあるんで釣られてるんですね今。第6ラウンドに入っています。現地からの映像をそのまま使用しています。多少お見苦しいと思いますが今も画面が揺れていると思いますがご了承いただきたいと思います。小泉さん久しぶりですね、画面がタイからの画面乱れるというのは。そうですね、最近割と綺麗な映像が多かったんですが、まあ、ちょっと暗くなってしまいました。それ以前はカオサイ・ギャラクシー前世の頃は割とこういうのが届いてきたんですが、最近ではなくなりつつありました。まあカオサイとデビッド・グリマンの試合なんか逆光だったんですからね、見にくかったんですけど、試合の迫力がそのまあ画面っていうのをちょっと忘れさせてくれましたよね。それはちょっと慰めでしたけれども、もうシルエットでどっちがどっちだかよくわからないシーンがありましたが、それから比べますとこれは非常に分かりやすいということになります。今いいアッパー打ちましたね、左インサイドからチャンピオン、さあ出てきます。これを捉えることができるかチャンピオン、チャンピオンが追いかけます。チャンピオンいきます。直線的な追いかけを見せます韓国のイーサンチュ。ピチッとやや非力ですけれどテクニックは上手いですね。どういうテクニックが目立ちます。まずやはりバランスがいいのとは自分の距離知ってますね。激しいパンチの交換があります。ボディちょっと低いか、あやっぱり注意す、お受けます。今の注意でちょっと切れてしまいました。残りわずかです。避ける感がいいですよね、アッパーは当たりません、アッパーは当たりません。ゴングです。第6ラウンドはいかがでしたでしょうか。このラウンドも文句ないでしょう。ピチッとのラウンドですね。そうです。小泉さんの採点ではフルマークが続いています。ちょっと胃がポイント取れないですね。相手の胃のままだったりして、だからセコンドはちょっと胃が痛いんじゃないでしょうか。なかなかいいですね。第7ラウンドを迎えます。浜田さんはこのテクニック面ではあのチャンピオンのどこを褒めますか。まず第一に、まず勘がいいですね。どういうところがいいかというと、タイミングの捉え方がうまいんですね。これがですね、なんていうんですか、ちょっと相手の突進に対して釣られて大きくするところがあるんですね。そこを自分のスタイルを崩さずに、もう少し中から打てればもっといいパンチ入りますよ。ああそうですか、はい、向こうで何かお盆に大きな何か乗せて振られていますが、さあミラッパーこれは入っていません。第7ラウンドに入りました。 WBA 世界ジュニアフライ級のタイトルマッチ12回戦、日本で山口選手を倒したそのパワーのあるミーフクというのは今のところまだ見られませんね。あれ見事なカウンターになってましたしね。まあ、カウンター、まあ、そして踏み込みが素早かったですね。避けた瞬間に踏み込む、本当にマイク・タイソンがやるような踏み込みの感じに似てましたけどね、はい、おっと危ない体勢でした。イーサンチュミラッパきちっとはよくアッパーを出しています。
็นมวยจังหวะขาดีนะครับまたコーナーです。ほら抜けていきました。今もですね、やはり相手はうまいしフットワークもありますからね、できるだけコーナーロープへ詰めてですね、それで連打することですね。でボディから上で、ともかくもっとボディブロー狙いたいですね。 E の方はだから韓国の選手特有のですね、ガードを上げて覗き見スタイルで接近してですね、はい、で体ごと叩きつけるようにボディ、右アッパーのボディですね、あるいは右ストレートのボディで溝落ちストマック狙うことですね。でその手で左フック返すとですね、今のパンチ、あの左フック当たりますね。うまくパンチでかわします。チャンピオン、あのジャブもですね、必ずたくさん出てくるんですからね、自分の左手のグローブで払い落としてすぐ右ストレートですね。右ストレート左フック、はい、お左、あ今ゴングになりました。あ、ゴングじゃないですね。勘違いしてるのか。あ、ローブローの減点ですね。減点ですかこれ。いやベルトライン低いっていうのはかわいそうなところありますね。レフリーがいきなり入ってきましたので、これこのラウンド終了かと思ったんですが、ローブローです。が減点、まあ、2回目の注意だからということでしょうけど、そして今ゴングが鳴りました。第7ラウンド、もう本当にゴング終了なる寸前だったんですが、チャンピオンがローブローの減点を取られています。そのあたりが出てくるんでしょうか。10年ほど前まではですね、その反則をした場合ローブローであるとかですね、そうすると2度注意してそれで3度繰り返すと3度目は減点、そういう、まあ、非分率ですよね。不分率ですよね、はい、まあ、暗黙の了解あったわけですよ。まあ、最近はですね、減点取るのが早くなってますね。一度注意してもう一回やるとスパッともう減点したり、これはまあアメリカの影響なんでしょうけどね。この辺の詰め方もですね、あそこでパンチを出すべきなんですね。体で押していって相手に単に回り込まれてるという感じですから。こんなローンブル決めるとですね、あの韓国語で4ターって言うんですけど、4ターって言ったら連打ですよ。その4ターやらないといけないですね。相手の方がやっぱりテクニックもあるスピードもあるんですからね。4ターですか、はい。第7ラウンド採点はどうなるんですか。まず採点は10対9、はい、で、ピチットの方がその10ですね、はい、ところが、ローブローで減点1回ありますから、はい、で結果的には9対9ですね、はい、WBA 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ第8ラウンドです。右を離しました。左が右、はい、いいパンチです。また入っていきます。インサイドカウンター返そうでしょうが、しかしイーサンチュルの襲いが強いか。ようやくここで食い止めましたチャンピオン。ジャブで相手を突き放します。しかし入ってきます。距離を置きます。このラウンド初め攻め込まれましたので徹底して距離を置きます。右のリードブロー、距離を置きます。チャンピオン、さあ入っていきます。くぐっていくか。これはロープに詰めることができませんでした。逃してしまいました。休むから追い込めないんですよね。休ませてはいけませんよね。右のストレート、ちょっと浅かったようです。あと行きます。
休ませるとですね、テクニシャンというのはですね、リズム回復してくるんですよね。で距離を置いて、で体の中にリズム作り出せるんですよね。軽く肩振ったりですね、それでちょっと膝を上下させたり、それで膝のバウンドとかでですね、相手の左に合わせました。右をかぶせてきます、韓国のイーサンチュル。だからファイターの選手っていうのはそれを崩すためにはですね、徹頭徹尾攻めないといけないです。あもう3分間フルにですね、あの攻め切るだけのスタミナを作ってですね、やはり技術のそのテクニックの差っていうのをですね、やっぱりスタミナとそのラッシングパワーでカバーしないといけないですね。あ30秒切りました。ミノストレート、結局滑ることができなかったようです。しかしこのラウンド頑張りを見せました。第8ラウンドのイーサンチュル、ウッド、あのボディの狙ったのも狙いはいいですよ。第8ラウンド終了です。このラウンドですね、そのよく追い込みましたね。だけどちょっと中盤が甘かったですね。私はこのラウンドは意につけたいと思います。そうですか、はい、初めてですね4ターが出ませんでしたね。追い込むシーンもなかなか出てきませんでした。まあ構成点ですね。ただしそのチャンピオンはうまく避けてますよ、はい、浜田さん言われるそのやはり勘はいいですね。このチャンピオンも若く22歳です。試合は第9ラウンドに入ります。先ほどのシリモンコンが20歳のチャンピオン、そしてこのジュニアフライのチャンピオン、タイのピシットは22歳。さあ第9ラウンドです。年齢だけを考えるならばまだまだ防衛を回数を続けられそうな、そんな若い年齢です。イーサンチルはこの直線的な動きに何かきっかけを作って突破口を見出すことができますか。円を描きます。ピチッと、状態を小刻みに揺らします。チャンピオン、これが19戦目、過去1敗だけしています。17勝のうち 11KO、 初防衛戦。しかしここまで戦ってきて浜さん、はい、チャンピオンにこう気負いとかそういったものはあんまりないようですね。それはないでしょうね。まあタイの人たちはあの外でよく戦ったりしてますし、あの戦い慣れてるというか気負いっていうかハート強いですよね。自分の国でやってると本当に、そういったいいところありますよね。割とこう自分の力を出しやすいんでしょうね。ただまあ、それは東洋の選手全体に言えるんじゃないですかね。タイの選手と限らずですね、はいはい、韓国の選手も自分の国に帰ると強いですからね。あそれは言えますね、はい、外国人から見て日本人はどう見られてるんでしょうか。左です。おお、今相手の右ストレートに対して右アッパーを打ったんですけどね、アッパーでしたか今。今右アッパーなんですよ、はい、あれ一つ間違えば危ないんですね。チャンピオンが危ないですか。そうですそうです。あ先ほど言ってましたね、はい、アッパーは勇気がいると、危険なものがあると。もし打つんだったらもっと右に頭持っていかんといかんですね、あの位置で打つとですね、本当左フック合わせるとですね、もろですよね。
あのサウスポーの選手がですね、そのミーアッパー持ってきて、そしたらもうその時ですね、右のグローブで逆にそれを落として、それで左フック持っていくと本当に当たりますよね。はい、第9ラウンド終了です。どうでしょう。もうこのラウンドはピチッとのラウンドですね。ピチッと、はい、あのジャブの 4,5 連発やりましたね。はいはい、あのサウスポーの選手っていうのはあのそれほどジャブをうまく出せないんですけど、この選手は本当にジャブを有効に使いますね。第9ラウンドまで終了しています。ここですね、本当サウスポーのジャバーっていう感じですね。WBA 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ12回戦、あとフルに使っても3ラウンドです。ここまではチャンピオンが優勢。もう足の位置、頭の位置を変えながら打っては動き、打っては動きですね。第10ラウンドです。クロート好みのボクシングですね。日本でやはりあのボクシングよく見慣れてて、それでテクニシャン好みの方はこれピチトンみたいなボクシング好きじゃないでしょうかね。浜田さん、そのクロート好みのこのチャンピオンを倒すにはどうやっていくのがいいですかね。イノボクシングの場合ワンパターンなんですね。まっすぐ直線的、はいはい、それは決して悪くはないですよ、直線というのは一番速い攻撃ですから、そこにもう少し工夫できないかなと。というのはどっちかというとピチとは、打ってくると体が立つところがあるんですね、そこをもっと胸に目がけてストレートをダブってみると、右ストレートですね、それでロープに詰めた瞬間ピチッと必ず右に動きますから、同じ方向に動いてきてそこで一つパンチを集めてみるっていう工夫が必要ですね。出せば当たる時もあるんですよね。だからいいも、もっと手数出さないと。一生懸命追いかけてはいるんですが、なかなか手がついていきません。だからサウスポーのですね、前に出てるその右の腰ですね、そちらにイは自分の左腰をつけるようにですね、で距離をどん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 詰めてですね、リング刈り込んで、コーナーロープへ詰めてですね、そこまでもう猛らしかける、顎を引いてですね、歯食いしばって猛らしかく、そうするとですね、こういうテクニシャンタイプは嫌がるんですよ、そういう攻撃をね。間合いを与えて、その相手が回り込むそのスペースを与えてますから、それで相手はボクシングしてしまうんですね。上半身が外に出てしまいました。闘牛の牛のようにひらりとかわされたような感じです。まっすぐ進んでいくイーサンチュ。このままの流れですと、もうこのまま行かざるを得ないのか、イーサンチュ。右ストレートまっすぐ打っておいて、左フックは結構当たる確率多いですよ。その左フック、あとこのラウンドもうすぐ終わりです。2ラウンドの中で残り11、12で左フック当たることができるか。いきなり左フックじゃなくてですね、右ストレートで入っていって、それ距離を詰めたから左フック上に返すといいんですけどね。今右は出したんですが左まではフォローできませんでした。10ラウンド終了です。このラウンドもピチッとのラウンドですね。これ勢い余ったところですね。ちょっと相撲シーン。 WBA 世界ジュニアフライ級のタイトルマッチ、あと残すところ2ラウンド。右を出して左を返すところシーン出てこないですかね。浜さん、なかなかないわけですよね、そのシーンは。そういうことなんですよ、たまには左フックから思いっきり入っていったりしてますね、はいはい、それだとそう一発目、まあ今もそうですね、はい、
それはなかなか当たらないんですね。右ストレートで距離が詰まったところで左フックっていうのは距離が短いですから、なかなか避けにくいんですね。これはあの同じこと言えますけどね、サウスポーが、右構えの選手にやるときも同じこと言えますけどね、さあ11ラウンド目出ていきます。右ショートで顎のあたりヒットされました。今度はロン、ジャブを放ちます。今度は逆ワンツー、はい、ピキッとも前半出してた切り返しの右フックがなくなりましたね。ということはどういうことが、軽いパンチでですね、さばけばいいという感じで、はい、出鼻叩いては動いてポイント稼いで、おお、たまたま右のストレートを出していこうとするんですが、あれに止められます。右ストレートを打ってその体を流すから打てないんですね。右ストレートを打って戻しを速くして、そしてそれで距離が遠かったらもう一回踏み込んで距離縮めればいいんですね。もう一回行けばいいわけですね。そうです。そして左フックサイドをかわせるか。今なんか流しっぱなしなんで、軽くしたところを打たれてるんですね。おっと、ちょっとから気になりました。危ない状況で間に中入ってしまいました。返します。ストレート、カウンター。お互いにきちっとひるみましたね。防御返しの内側になりました。思ったよりもきちっとのパンチは軽いですね。当てるのはお前ですよ。出ていきます。打力を生かしてイーサンチュー出ていく。左から距離を置きます。チャンピオンは一生懸命距離を取ろうとしています。またひるみ、右を返しました。距離置く、とにかく離そうというチャンピオン。ここで入っていけるか、イーサンチュー。一発大逆転狙うためには思いつくことをやらんといかんですけどね。あのままの勢いで押せなかったでしょうか。またね、そうですね、まだ追いかけていますが、あの時の勢いではないですもんね。あの時かなりいいシーンがありましたが、ピチッとが慌てるぐらいのですね、それぐらいは必要ですよ。そうですね、はい、もう一回あのシーンを作りたいですね。やればできそうなところもありますけどね。完全にチャンピオン警戒しています。このラウンドでは無理でしょうか。入ってきました、一発だけ。ゴングです。11ラウンド終了しました。まあこの試合、このラウンドですね、あの井のパンチでちょっと腰落としたシーンありましたけど、そのシーン除けばですね、全般的にやはりピチッとのラウンドですね、ここですね。ここでね、ちょっと一瞬バランス崩したところ当たった面もありますね。それでその後に伊が攻め込んで左ストレートカウンター食ってるんですね、食っていてもやっぱ勢いがついてるんでですね、効かないんですよ。今なんか右フック打たれてますけど、そのまま突進できますからね、そういった気迫は大事ですよ。さあラストラウンド、その気迫を前面に出すことができますか。あと3分です。 WBA 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ12回戦、韓国のイーサンチュルがチャンピオンの地元タイに乗り込んでタイトル奪取を狙います。チャンピオンはピチッとチョウシリワット、これが初防衛戦。もう挑戦者は出ていくしかないでしょう、倒すしかないでしょう。この辺のストップの踏み方もうまいですね。相手にそれもすみません、余裕を与えません。
押してきたら引きます。相手をかわします。浜さん、この距離の取り方というのはもう12ラウンド足を使おうというところなんでしょうか。もう逃げ切りですね、これを倒すのはかなり至難の技になってしまいます。まあ、こういった流れになるとですね、思い切ったあの相打ち戦法じゃないと、持っていけないですね。それこそもうカウンタートライのはしょうがないとしても、もう押し切るような格好で飛び込んでいかないとダメでしょうね。もうそうしないと、それしても、なかなか難しいですよ、この流れは。ああそうですか、はい、ですからもう全勢力をつぎ込む気持ちじゃないといかんですね。まあ、というのは思い切り踏み込むのこのステップのピシッとのステップの踏み方ですからね、そう簡単には食わないんですね。ですからより一層強い踏み込みやらないと追いつけないですね。小泉さん、このラウンドかなりステップ駆使してますね。いろんなステップを縦に横に左右に後ろに前に、もうフットワークのエキシビションですね。この最後のラウンドでこういうことできるわけですからね、だからこのラウンドはですね、やはり打ち合う、無理に打ち合う必要ないと。でアウトボクシングしろ、アウトボクシングしろと、足使って動け動けですよね。よく動いています。チャンピオンポカやってですね、11ラウンド目みたいなああいうちょっとビッグパンチってですね、ノックアウトでもされたら大変だっていうんですね。もうポイントは取った、あとは逃げ切り作戦ですね。これイーサンチュルはなかなか自分のパンチの圏内に相手を呼び込むことができません。呼び込むというか追いかけることができません。ノレンもうまくかわされてしまいます。最後のゴングが鳴りました。試合終了です。四方に頭を下げます。チャンピオンのピチッとチョウシリバット。最後これちょっと難しそうですね。どちらにポイントを与えますか。まあ、お互いクリーンヒットなしですよね。で、まあ、構成を取ってるというほどリーも取ってないですよね。はい、イーも、うん、近寄っていっては相手にもうサイドに 回られてるだけですね。で防御ということになると、そのピチッとですね、リングジェネラルシーピチッとっていう、私はピチッとのポイントにつけますからね。大差のようですね。ให้ピチッ118คะแนน。ให้ซางซุนลี109คะแนน。118対109ですね。กรรมการให้คะแนนชาวอเมริกันมิสเตอร์โรเบิร์ตวอสันให้พิชิต118คะแนนให้ซางชุนลี109คะแนน118対109ですね。และกรรมการให้คะแนนชาวเวเนซุเอลามิสเตอร์จูริโอโรดันให้พิชิต119คะแนนให้ซางชุนลี110คะแนน119対110ชาวสิริวัฒน์สามารถรักษาเข็มขัดแชมป์โลกไว้ได้ครับピチッとの勝ちですね。はい、初防衛に成功です。ピチッと超シリーワット、韓国のイーサンチュルを下しました。まともや韓国は相手国タイにおきましてタイトル奪取はなりませんでした。 WBA のベルトです。